どうも、ババキリウタでございます。からの、ガテナマンでーす。ヒュー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 。はい、よろしくお願いしまーす。ということで、今回ですね、コメント企画第1弾ということで、ちょっと気になるコメントがあったので、今回はそれを2人で語り合いたいと思います。熱くね。で、そのコメントがこれなんですよ。リリン。2人にとって、人生を変えてくれた神ゲームみたいな、ありましたね。で、ちょっとそれでね、今回は語り合おうと思いまして、3つマングローブということで3つね、選んでもらったんで、はい、今回はそれをね、ざっと紹介していきましょう。じゃあまず、マオンさんの方からちょっといきますか。そうだね、もう3つ一気に言っちゃいますか。3つ一気に言った後に人生を変えてくれた神ゲーなのかっていうのを教えてほしいですね。ああ、そうだね、そこまで。はい、はい、ではお願いします。はーい、じゃあちょっと時系列順に行くわ。ハマった順で。はいはい。まず1本目、クラッシュバンディクレーシング。クラッシュバンディクレーシング、これは結構よく言ってるもんね。で、はい、2つ目、はい、グランドセフトオート。グランドセフトオート。で、三つ目が、はい、モンハン、はい、モンスターハンターですね。モンスターハンター。はい。で、まずクラッシュバンティクからなんだけど、はい、これ多分ね、当時私が小学生ぐらいの時に、はいはいはい、お兄ちゃんと一緒にね、めちゃめちゃプレイしたゲーム。もう本当に、はいはい、ソフトが、はいはい、壊れるぐらいやった。こんだけだよ。本当に壊れて使えなくなるぐらいやったんですよ。で、そう、また新しいの買ったの。あれディスクでしょ、だって。そう。どうやって壊れるの。本当にディスクが擦り切れるぐらい、毎日何時間もお兄ちゃんと一緒にやってます。おかしい、おかしい。で、何が面白かったかっていうと、結構レースゲームはいろいろ当時からたくさんやってたんだけど、グランツーリスモだったりとか、はいはいはい、なんかワンガンミッドナイトとかいろいろやってた中で、結構ね、単純なんだよね。女の子とかでもできそうな、結構単純なレースゲーム、はいはい。それがやっぱりハマったきっかけだったのかな。そうなんだ。そう。で、そういう中でも結構マリオカートとかってあるじゃん。あるね。だからそっちの方が有名なんじゃない？むしろ。そう。マリオカートやってるって方がね。そうなの。女の子とか多分マリオカートやってた子とかすごいと思うんだけど、マリオカートよりも爽快感がある爆走ニトロゲーム。バビューンみたいな。バビューンみたいなね。もうアクセルバビューンビューンみたいなゲームなんですよ。どんだけだよ。もうドリフト、キキーンみたいな。いやいやいや、そう、マリオカートも結構ドリフトはもうブルルって言ってる。いや、もっとすごい。もうね、すごい。もう後ろの、このカートのもう後ろからもう、ブンブンブンみたいな。もう煙がブンブンブンみたいな。へー、そういうのが私はすごい好きだった。あ、そうなんだ。そう、で、当時やっぱ小学生だったから、はいはい、なんかネットとかもさ、やっぱり周りになくて、はいはいはい、で、やり込んで、やっぱり一番嬉しかった時は、はいはい、自分でショートカットの道見つけられた時、これが一番嬉しかった。いや、それは嬉しいかもね、確かに。そう、いろんな、もう、攻略本とかもなかったし、攻略サイトとかも見てなくて、毎日何時間も同じステージをやって、はい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 、あ、ここ行けるんじゃないか、ここ行けるんじゃなくて、何回も失敗して見つかった時の、なるほどね。あの嬉しさはもう達成感みたいなのを得ちゃったわけですね。クラッシュバンディングで。もう本当大好きなゲームです。はい。じゃあ次どうぞ。で、次グランドセフトオートシリーズ、はい。これもお兄ちゃんと一緒にね、当時やってて、お兄ちゃんが好きだったんだよね、GTA。はいはいはい。GTA3 からバイスシティ、サンアンドレアス、リバティシティとかなりいろんなシリーズをやってきて。女の子でそこまで詳しいってのもすごいけどね。だからでもお兄ちゃんの影響は結構ある。お兄ちゃんが好きだったから一緒にやってて、お兄ちゃんがいない時に私は一人で、で、違うセーブデータ作ってやってたみたいな。なるほどね。そう。はいはいはい。で、やっぱり、なんでハマったのかなっていろいろ考えた結果、はいはい、当時いろんなゲーム出てたと思うけど、多分ずば抜けて自由度が高かったかな。ああ、そうだね。もうあれはすげえ画期的だったよね。なんかこう、新しい世界来たみたいな。そうなの。だから、学校とか行ってても、はいはい、ああ、もう、
グランセフやりたいみたいな、なんかあの世界に行きたくなるんだよね、何度も何度もね。マジかよ。ちょっと中二病入ってたんだけど、その時から。あ、人殺してるぞ、みたいな感じ。やばいやばい、それ。もう現実でやっちゃうよ、それ。そう、いや、やんないんだけど。やったやろ。それがね、やっぱり。一人はやったやろ。やってないよ。やっただろ。やってないよ。おえ、恐ろしいな。そんな良さがあった。で、はい、最後がモンハン、うん。一番最初にモンハンに触ったのが多分セカンドとかなんだけど、それは友達にね、借りてやったからほとんど覚えてなくて。はいはいはい。そのまあ、さっき言ったクラッシュバンディクとか GTA も、小学生とか中学生の時なんだよ。あ、で、なるほどね。一回高校生ぐらいでゲームから離れて、はい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 。で、一人暮らしを始めたぐらいの時に、はいはい、モンハンのちょうど4が発売されたぐらいの時だったんだよね、PS で。ほう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 。で、その時ちょうど一緒に働いてた仲良かった女の子が、モンハンがすごい好きで、はい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 、一緒にやろうって言われて、なるほど。いや、いいよみたいな、もうゲームいいよみたいな感じだったんだよ。はいはいはい。でも、そのもう推しにね、もう私、朝の始発出る時間までずっと語られたの、モンハンを。熱くね、カフェで。ほうほうほう。で、もう分かった、そこまで言うなら私買うわ、みたいになって、その日の帰り、そう、家に帰る前にドン・キホーテに寄って、ドンキか。全部買ったの。そう。本体もソフトも全部そこで買って。いや、それ勢いすげえな。もうじゃあ、そう。で、もうやるってなって。はいはいはい。たださ、モンハンって最初始めると、本当に初見プレイだと、どこから手つけていいか分かんないし、何したらいいか分かんないし。まあ、難しいとは言われるよね。そう。結構。だから最初の1ヶ月ぐらいは本当に、その一緒にやってる友達に、はいはい、だからこういう素材を集めて、こういうなんか岩とかをこうやってピコンピコンって、ピッケルでこうやってやって、いろいろ集めたりするんだよ、みたいな。はいはい。で、そう、いろいろ伝授されて1ヶ月2ヶ月後ぐらいからかな、はいはいはい、もう自分である程度ね強化したりできるようになってからめちゃめちゃハマった。ああ、なるほどね。その自分でもなんかいろいろできるようになってからハマったって感じ。そう、めちゃめちゃ面白いじゃんってなって。その、うん、そのさ、その間心折れなかったの？折れそうになった1回2回は折れて、私もうやんないとかって言ってた時もあったんだけど、結構負けず嫌いだから、ね、なんか上手くなりたいっていう気持ちの方が強かったんだよね、はいはいはい、だからやっぱり3日間ぐらい放置してても、そういうこと、ね、仕方ねやるかみたいな。なんでそれ。そうで、やってるうちにもどん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 ハマってって、はいはい、最終的にはその一緒にやってた友達のハンターランクを抜かし、はいはい、みたいな。マジかよ。それぐらいやってた。まあでもそんくらいゲーム愛があるってもいいよね、やっぱり。モンハンは強いかも。もう本当にいいゲームでした。はい。なるほどね。っていう私の中の自分をゲーマーにした人生を変えてくれたゲームはこの3本。3本っていうか、まあこの3シリーズですね。いや、素晴らしいですね。エクセレントですね。エクセレント。じゃあ、はい、続きまして、うん、じゃあ私いきますか、じゃあ。うん、まず一つ目、うん、サイレン。二つ目が、はい、レインボーシックスシーズ。で、三つ目は、多分、皆さんわかると思うんですけど、うん、ペルソナ5。あれだね。それだよね、はい、うん。これがね、俺にとってのこう人生を変えたソフトというか、人生を変えた神ゲーソフトって感じですね。唯一、あれだね。サイレンだけが、はい、結構過去のゲームだ。そうだね、うん、で番外編で、うん、あのミシガンっていうゲームがあるんだけど、ミシガン、これもね結構 PS2 だね。このゲームも結構俺の人生に影響を与えたのかなってちょっと思ったりはするかな。で、じゃあまずサイレンから言いますか、うん、サイレンはね俺が中学生か高校生ぐらいかな、うん、の時にやってたゲームなんだけど、うん、サイレンの無印、これが発売された当初って CM とかがめちゃくちゃ怖くて、うん、やる気とか全く なかったし興味もなかったわけよ、はい、ただ友達がね持ってきたわけですよ、これやろうぜって言って、うん、でやったらあまりの難しさと怖さでもう全然クリアできないわけですよ。もう何これみたいな、めっちゃ怖いんですけどみたいな。うん、でもそのねクリアしていくとね、うん、めっちゃ達成感があって、もう続きが見たくて仕方なくなっちゃうの。あの主演してる俳優さんの棒読みとかも含めてめっちゃ見たくなっちゃうわけ。続きどうなるのって。そうそう。それも愛しい。俺最初あの、警察官のモノマネとかめっちゃしてたもん。了解、射殺しますみたいな。
もうめ、もうそんくらいそう。そんくらいハマってて。序盤で出てくるやつね。で、竹内多門っていうやつがいいんだけど、うん、そいつとか、あと主人公とかが結構キャラが良くて、で、もうなんかね、がっつりハマっちゃったわけですよ。ほんとその友達と、もう毎回会って、もう毎回、毎夜毎夜やってたみたいな、泊まり付けでやってたみたいなぐらいハマってて。うん、ただね、サイレン2が続編で出たじゃないですか。それもやったわけですよ。でも、正直言って、1のね、面白さに比べたら全然でしたよね。銃とか登場し始めて。で、ちょっとアクションっぽくなっちゃったんだよね。うん、俺らが求めてたサイレンじゃなくなっちゃってて、ライトユーザーに向けてのゲームみたいになってたんだよ。そこがすげえ残念だったんだけど、でも、話はめっちゃ面白かった。で、そこからだね、多分俺がストーリーを重視するようになったゲーム。あー、なんかすごいストーリーとか好きになっちゃった。でも未だにもうサイレンに関してはね、すごい考察とかも面白いし、なんかね、結構賛否分かれんだよね、正直世間では、うん、あまりにも難しいし、演技下手だしみたいな、ただ俺にはもうトラウマ級のレベルでその記憶に残ってて、神ゲーだなって思っちゃいますね。衝撃的だったよね。マジで衝撃的だった。マジで衝撃的だよね。CM もそうだし、もう本当にすごいゲームだなと思った。うん、で、続いて、はい、レインボーシックスね。もうこれ、レインボーシックスに関しては、うん、なんか悔しさの方がね、最初強かったかなって。もう全然勝てないから、うん、最初。うん、まあ、俺にとっては、そのレインボーシックスって、FPS の世界を広げてくれたゲームっていうか、もうそれまで FPS ってやらなかったんですよね。うん、でも、うんうん、レインボーシックスっていうのをやった時から、FPS がすごい楽しくなった、他の FPS とかも、うん。っていうぐらい、やっぱレインボーシックスはこう、俺の人生を変えてくれたかなっていう。あ、ああ、ただやっぱ最初は難しかった。マジで最初は、かなり、心折れたね。除外投票されるし、うん、あのフレンドにはもうボコボコに言われるしみたいな、うん、あのゲームって人の心を変えるかのように、なんだろう、素人に厳しいというか、そう、ね、そうラフに行こうぜって言ってるやつらすら鬼の形相になるからね。本当生きるか死ぬかがかかってるよね、うん、なんかね、生きるか死ぬか、そう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 、だからあのゲームのためになんかいろんな機材揃える人とかってめっちゃいるのよね、そう。でそれでなんかもう勝っていくっていう、本気を出せよみたいな、うん、お前このゲームにどんだけ本気出せるのっていうのがすごい伝わるというか、うん、でもそれが結果としてなんか魅力的だったんだろうね。もうやっぱ持続して未だにやれる、ね、やってるしね、うん、新オペとか新マップとか来た時のワクワク感って言ったらもう、まあ、今もう何ある程度さ、その敵を倒せるっていうところまで来てるから、うん、昔みたいなその過酷さってのはないけど、うん、未だにやっぱなんかこうあるよね、こう達成感じゃないけどさ、うん、やってる感っていうか。めっちゃ面白いなって思う。そうだね、まあ中毒性はあるんじゃないかなと思う、普通に。でまあ最後はもうこれはまあ分かる人は分かると思うんですけど、ペルソナ5、もうこれマジで人生変えてくれたなと思った。いまだに音楽聴いてるからね、うん、あのこのゲームで流れてた音楽いまだに聴いてる俺。あ、うん、そうだよね。ていうかね、そのこのゲームはなんて言うんだろう、本当リアルで人生変えてくれたって感じ。あの曲にもあるんですけど、ライフウィルチェンジっていう曲があるんですけど、うん、このゲームの中にライフをチェンジしたんだ。そう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 、っていうぐらい、うわ、なんかね、発売された当初ね、結構心折れることがあったんだよね、リアルで、うん、で実際あのペルソナ5自体には興味がなかったんだけど、いざ買ってみて、あ、キャラゲーかなと思ってたわけよ。アニメのキャラクター出て、なんかこう高校生活を送るだけのゲームなんだろうなっていう安直な気持ちで思ってたの、うん、めっちゃ安直な気持ちで思ったんだけど、うん、いざやってみるとめっちゃ熱い展開で、うん、でまあ確かに話がちょっとこう、うん、なんだろう、まとまってない部分ってあるんだけど、ただその主人公の熱い気持ちっていうのはすごい伝わるわけですよ。だからすげえこう、なんだろう、俺の人生にもなんか使えることできないかなって思っちゃったわけですよね。なんかこんな主人公を目指したいなって思ったわけ、ね、でこのゲームの中で結果なんかいろんな人の人生とかを変えていくのよ、主人公が。で自分の運命も変えていくわけ、最終的には。なんかそういうのを見ると高巻みたいになっちゃうわけですよ。なんか結構
結構そのみんながそのそういうやつらに出くわした時にどうやって自分たちで変えるかっていう、うん、誰かに頼らないんだよね。分かった。じゃあ俺はそうだね、まあ、お前の話を聞いて、じゃあ俺はなんか心が変わったから俺はこうするみたいなことを言うわけ、みんなが。でそこがすげえなって、誰にも頼らないみたいな、頼らずに自分で変えようとするの、人生を。それがかっこよすぎて、しかも、うん、自分で変えたにもかかわらず自画自賛するんじゃなくて、主人公に対してお前のおかげで人生が変わったよって言うんだよ、うん、なんかそれも含めてすごい、なんかグッとくるし泣けるよねなんかちょっとゲーム、うん、ただ単にこう、あ、ゲームで楽しかったなじゃなくて、ジョーカーに憧れて、そう、まあだからすげえ良かったなって思う、あのゲームで出会えて良かったなって思う。そうだね、単純なね、なんかアクション RPG って感じではないよね。はい。で、番外編なんだけど、このミシガンっていうゲーム、うん、めっちゃマイナーなゲームなんだけど、うん、結構ね、これこれは俺の誠意を目覚めさせてくれたゲームかなって思ってます。誠意？オスとメスってこと？オシベとメシベってこと？そう、そう、誠意を目覚めさせてくれたゲーム。え？なんかね、このゲームって主人公がね、あのカメラマンになって女のリポーターと一緒に怪奇現象じゃないけど、そのモンスターが出るようなところを一緒に見て回るっていうゲームなんだけど、ちょっとねエッチなの、エッチなところがあったりするんだ。で最終的にインリンオブジョイトに出てくるからね。ゲーム内で。そう、ゲーム内で。ただね、結構怖かった。当時やった時は。結構怖かった。一ステージ一ステージでリポーターさんがいるんだけど、例えば最初のステージで、その出てきたリポーターさんがいるじゃん。うん、その人殺されちゃうと、次のステージでは違うリポーターさんが来んの。だけど、その最初のステージの人を生き延びさせることができたら、うん、2ステージもその人なの、うん。っていう風になんかね、エンディングが変わってくんのよ、徐々に。っていう面白さがあって、なるほどね、俺はね、結構周回含めてね、やりまくったね、あのゲーム。エッチだし。エッチだし。結構、サイレンをハマった人とかは、まあわかんないけど、まあサイレンと同じくらい俺は結構ハマったなっていうゲームが。ミシガン、もうマジでね、気になる人やってみてほしい。プレステ2だから普通にミシガン面白いって感じですかね。やってみてください。はい、ということで、うん、今回はね、うん、2人にとって人生の変わったゲームソフトということでね、いろいろお話ししましたけど、いかがでした？いや、なんかこう何話そうかなって考えてる時間がすごい楽しかった、うん、ああいうことしたなっていろいろ思い出した。ああ、なんかちょっとした青春みたいになっちゃったわけね、この語りで。そう、思い出したな、なんか当時のこと。ざわわざわわ、サトウキビだ。関係あるそれ、うん、それ出すんだったら3月9日出せよ、むしろ。ざわわって気持ちが。なるほどね、ありました。まあね、やっぱ子供っていうか、その中高生にやった時のゲームが一番印象に残ってるんだね。そうだ ね、 なんか今てて大人になっちゃったことをちょっと悲しく思う気もするわ。でも俺今思ったら2つはあれだな、まあまあ、まあ、割と最近だもん。そうだね、うん、ってことを考えると、まあ大人になってもゲームは楽しいってことですね。楽しいよ、本当に。現実世界から、うん、逃げれる場所があるっていうのが、私はすごくゲームのいいとこだな。どうしたの？いや、あなたなんかあったの？本当に。でもそうじゃない、多分みんなゲームとかアニメとかに求めてるものって、はい、そうだと思うんだよね。現実世界じゃない。そう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 。私それをね、友達に言ったらね、お前は24にもなって、中二病だって言われた。ちょっとそれはまたなんか変わってくると思うけど、みんな中二病でいいんだよ。まあな、中二病の方がね、人生楽しめるよね、多分。そうだよ。ということで、今回はね、ここでお開きにしたいと思います。うん。はい、ではご視聴していただきありがとうございました。ありがとうございます。では行きますか、最後の質問。そうだね。行きますよ、じゃあ。はい。あせー。はい。サラダバー。
ラルバー。